どうも皆さんこんこにちは、えー、今日はですね、えーまあ、今ね、えー、オミクロンのオミクロン株のおコロナ感染者これが非常に増えているとお増えてきている増加傾向にあるというところで、まあ、それのコロナウイルスですねに対して えーまあ、予防措置、まあ、今まで、ね、ワクチン2回接種というのが、えーまあ、一応、希望者にはあほぼほぼおこの11月末までに、えーまあ、接種はあほぼほぼ終えたんではないかという見方がある一方でこのオミクロン株に対して3回目の接種ですね、えーまあ、一旦こん2回目接種終わってからあ、まあ、基本的にはその抗体 いいですね、ワクチンによる抗体が体内で、えーまあ、一応8ヶ月というところはあ抗体があるだろうというところが多分基準になってると思うんですけど、えー、おそらくはまあその基準にそれもはっきりとだからあるのかどうかって多分個人差もあると思うんですよね。 えー、なので、えー、ちょっとそれをね、えー、8ヶ月という,うそもそものその期間間隔というのがどうなのかというのはちょっと私もなぜそこが8ヶ月というところをね、えー、完全に決めてるのかということまあそれは、えー、従来のねコロナデルタ株とか。 の上級ウイルスに対してはまた一定の、ね、ワクチン効果というのは見られてるんですが、えー、今回のオミクロンに対してはまだ今それも、ね、検証しているところではあるので、えー、正式にその結果が、ね、出るまではこの接種ワクチン接種をです、ね、3回目をどのように進めていくかというのが明確なところでは あまあ、その今までのワクチンでいいのか新しいそのオミクロン株というものを、ねえー、に対して、えーまあ、抗体を持てるそういうワクチンが必要なのかによっても変わってはくると思うんですけど、えー、今のところ、まあ、そういう結果が出る前に、ね、ある程度、えー、進めて、えー、3回目の接種ということを進めていかないといけないんじゃないかと。 いうまあ、自治体からの、ね、要望とかですね、<laughs> そういうもう出て、まあ、6か月に前倒しをいう、そういうことが今、あ出てますと、でえーまあ、これ、ドットコムさんのサイトなんですが、えー、こちらのですね、これですね、前倒し接種、高齢者からと。 まああのー、高齢者からね、えー、そもそも今回1回目から接種してますんで当然まあその間隔というところでも高齢者先にね、えー、接種した人からまた順次、えー、ということになると思うんですけどまあこれはオミクロン株のその警戒予防ということですね。自治体も積極姿勢ただ 一方で8ヶ月から6ヶ月ともともと8ヶ月後に3回目やるかやらないかわからないけれども、まあ、やるとしたら8ヶ月後からというところで、えー、想定をしてた予定準備をしてたと、まあ、それが2ヶ月前倒しになると基本的に。えー 自治体の方ではね、えー、まあオミクロンというものに対して警戒をするという予防をするという観点からはあ当然前向きに取り込もうとするんですけど実務の方ですよねその準備とか事務的なその準備それが間に合わないという声も上がるとまあ当然自治体としてはね、えー、そういう想定をしていればまあ少しでも早くね えー、できるようにという方向では進、まあ、やると決まればね、えー、進めていくと思うんですけど、えー、自治体の方としてはやっぱりそういうね、うん、あの準備を進める早く間隔を短くするんであれば、まあ、より早くねそ,のそれに向けた、えー、準備体制というのも整えていかないといけないと。 でまあ、一方でその国というか、ねまあ、厚労省の方で、ね、原則8ヶ月というふうにしてきて、えー、それを一旦十ん11月の中旬に、ねえー、この最短で6ヶ月と自治体の判断で、えー、それは認めたとただまた下旬で一転して医療機関など、ね、クラスターが発生した時に、えー、それを限定するということになって。 えー、まあクラスターが出てからでは遅いんちゃうかとオミクロン株がまあ拡大もしてきてるし、えー、そんなあのクラスター発生したかに限るというようなそんな限定した、ね、対応ではなくてそれをもっと拡大をしていかないといけないでしょうという検討というのを、まあ、今してるということで。 えー、ただまあこれに対してはね自治体の方からはやっぱりこの方針決定とかですねまあこれもだから方針がこうちょっとぶれてるというか対策として、えー、自治体の方ではまあそれがまあ遅いという声もあるし、えー、やっぱり今回オミクロン株というのがねやっぱりその各地世界各国 で広がりを見せてるんで、えー、それに対してはあやっぱり、えー、予防をするということで3回目のワクチン接種。えーまあ、日本の場合はね、えーまあ、欧米諸国よりもワクチン接種の開始時期が遅いので、えー、そういう意味ではあ、まあ、そういう欧米諸国うもうすでにね3回目接種始めてるところもありますしに比べると とおまあ、ちょっとまだ抗体を、ねえー、みんなが持ってる状態も続くだから今のコロナオミクロン株が今のその対策ワクチンですね、えー、従来打ってきたワクチンで効果が一定の効果があるということであれば、えー、そんなバタバタをしなくてもいい、まあ、順次、ねえー、対応していく、まあ、それがだから6ヶ月8ヶ月というんではなくて えー、6ヶ月の、ね、間隔で、えー、打たないとなあのちょっと効果薄いに違うかということになると、まあ、これを進める、まあ、8ヶ月でも大丈夫だということであれば従来の予定通り進めるという最終的にはそれはオミクロン株の検証が終わらないとできないんですけどそれを待ってたんでは。 いいざという時に対応ができないまあ当然現場のね自治体の方はその自治体が実際にね、えー、国民に対して市民その府民県民ね都民、えー、道民ですよねまあそういう市民国民に対してねワクチン接種というのを実際にやるわけでまあそこでの対応現場の混乱 そうういいいったとととこころろをかかに防ぐですよねでもう一つは、ワクチンの供給ですよね、これ自治体がワクチンを持ってるわけじゃないので、えー、国がワクチンを、まあ、従来通りであれば、例えばモデルナとかファイザーから、えー、ワクチンを購入して、それを自治体に、えー、配布してるわけで。 まあその辺の供給の予定スケジュールとかです、ね、そういったものというのも見えない限りは自治体がいくら準備してもワクチンそのものがなければ、ねえー、ダメなんで、まあ、こういう,う、まあ、東京の、ね、小池都知事とかは先月末に、ね、2回目から7ヶ月経過すると抗体がかなり減少すると独自の分析を示した。 えなので東京や愛知などは大規模接種会場を開設し接種の迅速化を目指すというまあ自治体のまあそれぞれ自治体には自治体の状況とかねがあるんでえ小さな自治体ですとワクチンの接種これ1回目の時でもそうでしたけどね1回目から2回目もあの迅速に進められるところはやっぱりあると思うんですよね。 ただあんまり大きなあ都市部とかですねそういう実態になってくると、えー、それを進めるのもおいろんな事務的なことも体制的なこともね、えー、接種の会場とかそういったことも含めてね、えー、まあ必要なのでまあそれは実態によってはねやっぱり、えー、今までの経験というものをね踏まえて、まあ、今回感染が拡大もししたらという ね、病床の確保とかそういったことも大体、えー、自治体によってはねどんどん進めてるところは進めてますしまあそういう現場の、えー、体制というのも、まあ、自治体によってやっぱりちょっと差があるんだろうなとは思いますけど <laughs> ただそれをですね、えー、まあいろいろ準備をするそれにしてもやっぱりワクチンの供給のね えー、スケジュールですすね、まあ、ここにもあります急に6ヶ月と言われても自分的に間に合うはずがないとワクチンの供給スケジュールをはっきりと出していた,いいただかないと踏み切れないと、えーまあ、これは東京のね23区の区長でつく特別区長会の。 山崎会長です、ねえー、は緊,、えー、緊急記者会見でこう訴えたという、まあ、まさしくワクチン供給のスケジュールが基本的には明確にならないと、えー、ワクチンを接種していくということに対してその国民に対して、ねえー、一人一人、えーまあ、要はそういう形で、えー、自治体で、えー、みんなに連絡してで申し込みをまたできるようにしてと。 いうことで、えー、そのスケジュールを組むこともできないですよねワクチンの供給が発揮してないとというところもあるので僕はだからこういうことを含めてねあのどうなんですかねあのちょっと後手後手にやっぱり回ってるよねとうーんあのこういうえっ、ー、と期間 間隔ですよねこれがまあ8ヶ月というのがなぜ8ヶ月それが6ヶ月というのに前倒しをするとか感覚を縮めないといけないとかでまあ、今回みたいにね変異株が出た時に新たなその変異株に対するワクチン というのをですね、えー、それを供給するために必要なこととか、まあ、これはだからオミクロン株が今出たからというんではなくてその出る前からもし変異株というのは出る可能性はあるわけですからね当然、えー、そういう事態にはこういろんなこう想定でパターンを決めて対応対策を事前に準備しておくとかいうような。 ことがなんかこれだけ見てたら、うん、なんかこの状況を見てるとねなんかこういまいちいどこまでそういう想定がされてんのかなとかあまあだからコロナの感染が落ち着いてきた中で次ということを考えるのであればこういう想定の上でいろんなオペレーションとかですねそういったことをそもそもうんなんかこうあまり こう考えられてな検討されてないのかなというふうに、うん、多分そんなことはないんだろうけどなんかそういうふうに思えてしまうというのが、えー、ちょっとね、えー、またかとまたごてごてかというようなあ、うん、なんかそういうジレンマというかねちょっとイライラする気持ちになるなと。なので、まあ、ここはね6ヶ月に 前倒しをして、えー、いけるもんであればもうそれで進めていくというでただワクチンがね入ってくるのとうんいうのがねちょっとなんかそ,それに関してはもう確保が全部できてんのかなというね、えー、それもおちょっと分かんないんで、まあ、そういうことを含めてやっぱりきちっとね、えー、国はね、えー まあ、記者さんがその説明をきちっとしながら丁寧にしながらとかおっしゃってますけどなんか肝心なところ何も <laughs> 説明できてないよねっていう気がしてます。はいということで、えー、まあ私はこれね、まあ、予防として考えるんであればできるんであればね、えー、6ヶ月の間隔。うん えーまあ、オミクロンというのが見えないだけで、えー、見えないということもあるので、えー、先に6ヶ月にでりしで進めようということで一旦え準備とかですね自治体に声をかけて進めていくという方が、えーまあ、それが結局はまあやらなくていいよということになるとしても。 いったんはそのスケジュールですね。うん、というのをまあこれもだからきっち,きっちりそのワクチンのね、うんあのー、今回オミクロンに対する効果というのははっきり分かった時点でじゃあこうしますこうしますというのは今から準備をして、えー、その時点で分かったことによってのパターンによってこうするこうするというような。 まあ大筋でいいんでね、えー、明確にして僕は進めるべきだろうというふうには思います。ということで今日はここまでです。どうもご視聴ありがとうございました。